たまには下ろすか。これ洗濯して。ん、ああ、あれ、うん、もう完璧でしょ。完璧じゃん。じゃあタバコ吸って、うん、つなちゃん、うん、で電気つけよう、うん、でもなぜ僕たちを刺さった。ストレートやだよ、なんかもうしっとりしてんだもん。アイロンしていいならするんだけど、していいの？時間かかるよ。今年のというからには三つ編みにするか。育苗草でも自分に聞き、私は下に松って書いて下松、何ができてるわけじゃないの。七宮コーポレーションという会社の社長さんが似合わないね。七宮さんに聞いてもらえればすいません、バカ何やってんだよ。いいよ持ってこなくて。だから今からつなちゃんとハンバーグ作るんだっつの。ゼロワンは今休憩中だから配信出ない。うるさいな、アイロンしろっつったり飯作れっつったり。ゼロワンかよ。あのさ、この違い何なの。あの前よさ、タワクに移るとさ、キラコメになってさ、自分の枠だと別にそんなの何なの。それどういう現象なのそれ。持ち上げてくんない、作るから。ベイトモなのかな、ツンデレってこと。やばい。あ、ありがとう、ウィルカムドール。あ、ありがとう、チーさん、ありがとう。暗くない。養分前の真似うまい。え、前の真似してくれてんの。え、見たい、前の真似見たい。あ、昨日ね、そうだ、私昨日ね、TikTok やったんだ、試しに。あの、10人しか増えなかったの。で、あの、TikTok さ、フォローしといてくれない？あの、前の Twitter のところに URL 貼ってあるから、フォローしといて。どうした？なんかもう、私さ、あの、ゼロワンに、面白い。あ、ありがとう。ありがとう、ちょうちゃん、ありがとう。いや、わざとじゃないんだけど。あるでしょ。これそれはつなちゃんの。洗わないよ。洗わない。いや、それ捨てるんでしょ。捨てるんでしょ、それは。うん、このブラジャー捨てるの。うん、なんでそれは。それ捨てるやつ、これ。うん、捨てるやつが謎に置いてある。やめなよ、ゼロワン、そういうこと言うの。洗うやつ。やだよね、男にそんな。自分じゃないって言ってるよ。え、誰のじゃ。誰のそれ。もらったやつでしてないやつ。これ着てない。あ、そうなの。今あるのじゃん。あ、そうなんだ。合わなかった。もらったやつ。あ、ウィリカムドールありがとう。すみません。ありがとう。あ、ありがとうございます。ありがとう。つなっちゃったのじゃなかった。そう、私ブラ持ってないんだ、ちなみに。私もうこの、あ、今年1回か2回しかブラつけてないわ。ちょっとつなちゃん、ちょっとトイレ行ってくるからさ、ちょっと見ててもらっていい？あ、よかった、いいよ。うん、コメント読んでるね。あ、ハンバーグ中井たんって人、うち今日さ配信見に行ってコメント書こうと思ったけど、アイテムがなくて狐枠だったからさ、ツナだよって言いたかったんだけど、うん、アイテムがなくてやってない。昨日だったか今日だったか。じゃあ作ろっか。作ろう。よいしょ。あ、見てよ。あ、ちょっと待って、洗い物せな。ちょっと洗い物。あ、じゃあツナちゃん持っててくれる。あ、あっちが持っとく。うん、分かった。ちょっと洗い物でね、コメント見れる携帯ちょうだい。うん、近い。じゃあゼロワンの枠でやればいいじゃん。いや、いいよ。
やってあげる。どうぞ。ベーパー入れるわけなくない。閉めるか、うるさいから、うん、でもや、あんまハンバーグ作ったことないんだよね、うん、あれつなちゃんこっち手伝ってあげて、つなちゃんつなちゃん向こう行って、うん、そこドドア閉める、つなちゃん、うん、オッケーオッケー、うん、これでオッケー、配置オッケー、あ、そうだね、指示してあげて、あのツナちゃんさ、玉ねぎみじん切りできる、やってみる、うん、髪縛ってあげないよ、ツナちゃんの、いや、短いよ、いいの、縛らなくて邪魔、いや、そんなことないけど、な、親子みたいだって、髪をさ、どうすればいいの、あ、その、あと、で、どこに使うの、これ親子みたい、はい、ルイジさん、ブロックです、悪口、やめてください、ルイジです、ルイジさんってあのルイジさん、あ、煽り禁止なんで、ひどい悪口とか、なんで怒ってるの、ん、ルイジさんに口説かれたのに、口説かれたの、うん、なんて、俺のことを見てないさ、だよねーとか言って、トナちゃんカラオケ行くよ、え、本当に、うん、行くよ、ちゃんと、ついてってくれるの、当たり前じゃん、当たり前じゃん、嬉しい、カラオケ行くよ、トナちゃんカラオケ好き、好き、何歌うの、うん、曲ばっかりね、意外、何、ヒゲダンとか、え、これは腐ってる、腐ってるも捨ててよ、うん、あ、この中捨てて広げて、ラブソングか、サナちゃんって煽られなければおとなしいんだよ、うん、俺が煽ったら多分そうなるけど、煽らないから、じゃあサナちゃんデュエットしようよ、デュエット、あの女と男の女性の、うん、うん、いい子だよね、今居候2人いるんでね、家に困ってる人いたら、あのゼロワンハウス来てください、うん、あとさ、ゼロワンさ、7月に東配信するじゃん、名古屋で、まあ、寂しいから誰かマジで泊まりに来てよね、自分の家だと思ってゆっくりして、で、7月ってね、俺誕生日もちろんなんだけど、みんなね、7月の16、前の誕生日なんだけど、14なんだけど、7月の14、前の誕生日なんだけど、どうしようかなと思って、いや、つなちゃんいてもいいんだけど、つなちゃんも帰らないとお金下ろせないから、そうになってるからね、あ、米が、何号炊くの、4号、4号も食えないでしょ、絶対だってゼロワンこの前1人で3号だったよ、いやいやいや、3号で十分だよ、それでまたケチつけるよね、いいのね、3号で十分じゃない、この前1人で3号食べたよね、餃子の時、4号はやりすぎだと思うよ、じゃあいいよ、トモコいらっしゃい、あ、えらい、玉ねぎ洗った、いや、洗うでしょ、あ、えらい、玉ねぎ洗ってる、じゃ、はい、綺麗に剥いたね、つなちゃん、うん、元主婦なんで、こっちアングルでいきますか、つなちゃん、俺の一個下、あ、そうなんだ、今年35歳、えーえー、もう分かんないけど、35年まで結構早い、3倍目、30代3人です、あ、目がしょぼってきた、30代3人でみじん切りどうやってやるの、お届けします、え、嘘でしょ、みじん切り、え、やったことなくて
教えて。マジか。適当にやってみないちょっと。うん。すごい、逆にすごくない。料理作ったことなくて、なんか俺が YouTube 見る限り、そう縦に切る前に横に切るんじゃなかったけど、なんかそんな気がする。でもいいじゃん。うん。ちょっと待って、つなちゃん。俺も分かんないちなみに。あ、指切った。あら、もうやめさせて。本当？本当？事件だわ。あ、もうダメ。じゃあ眉やる。うん。え、マジで？うん。ちょっと待って待って。絆創膏貼ってあげて。やる。絆創膏貼ってあげて。写さなければいいわけ。絆創膏持ってない。絆創膏。いや、映さなければいい。持ってない。いや、映っちゃうか、あの血が入っちゃうから。いや、そんなに病気になっちゃう。大丈夫。いや、ダメ。ちょっと待ってよ。違う仕事あげて。手伝うから。違う仕事あげて。あ、分かった、違う仕事あげるわ。うん、血が入っちゃうから。いや、大丈夫だよ。絆創膏。うさ、やってしまった。うさ、絆創膏、この家って絆創膏あるっけ。あ、ちょっとちょっと、うさ、絆創膏ないか、この家ないっけ、絆創膏。やばいな。で、切る系は眉やるわね。絆創膏眉先に。白眉。いや、でも、いや、そんな止まった。止まった、うん、止まった。大丈夫かや、大丈夫みんな。この家絆創膏なかったっけ。ないわな。いや、切るから切って、じゃあ炒めてね。よかった、うん、ごめん。いいよ、ラップ巻いてあげて眉。え、ラップ。いや、大丈夫だよ、そんな。見たけど、あ、ティッシュ。もう止まってる。指上がって、とりあえずティッシュだね。あとかコンビニで買おう。これティッシュで止血して、ちょっと、うん。ダメだ。仕事あげてくれる？うん、ちょっと待って、切るまで。これ3個切らな。あの、半分ソースにするね。あ、口呼吸したらいいの？具材マヨネーズ入れたら柔らかくて肉汁出て、それをソースに使えるよ。ひき肉何グラム買った？600？ あ、800？ でもこねる系とか触らせる系はもうやめてね。もう指切ってるから、うん、血が入っちゃうから。さあさあ、あの、玉ねぎ炒めてもらうこと。